今日は2003年に定められた世界自殺予防デーです。自殺予防デーは WHO 世界保健機関が自殺防止の行動を促すことを目的に制定しました。その自殺予防デーの今日、杉並区の小学校では子どもたちに命の大切さを知ってもらおうと絵本を使った命の授業が開かれました。杉並区は5月と9月を自殺予防月間として区内の学校で命の教育に取り組んでいます。区立杉並第6小学校では5年生の道徳の時間を使って絵本作家の村岡美香さんが読み聞かせの授業を行いました。僕なんかいてもいなくてもいいみたい。もう誰もいないところに消えていってしまいたい。絵本は自分に自信をなくした星ガラスのカー君が森の仲間に励まされて自分の魅力に気づき元気を取り戻すという物語です。村岡さん自身がいじめや交通事故に遭った体験から同じように辛い思いをしている人に元気になってほしいとこの本を手掛けました。人はみんな一人では生きていけないということが分かりました。人が困っている時には助けてあげたいと思います。悩みを話したら元気になれるということが分かりました。もしも自分がいじめられたりしてたら迷わずお母さんや友達に話したいと思いました。悩んでる人っていうのは自分の気持ちを話さない、悩んでる人がいた時にはそれにさっと気がついて声をかけられるような優しい人たちに皆さんがなってくださると嬉しいなというふうに思いますね。支え合って助け合って生きていくのが命なんだっていうことをお伝えしたいと思っています。さてこちらのフリップをご覧いただきたいのですが、国内の自殺した人の数なんですけれども、去年1年間に自殺した人はおよそ3万3000人です。80年代90年代半ばまでは2万人台でしたが、98年以降は10年連続で3万人を超えています。今日から1週間は自殺予防週間ということになるんですね。明日の朝8時まで都が24時間電話で自殺の悩み相談を受け付けるなど自殺予防に関するさまざまな取り組みが行われています。